はい、私今鹿児島交通のね開門山麓自然公園前バス停におります。1989年平成元年のですね2月14日にここでバスを降りてバスを待っていたのがですねちょうど正午ぐらいの時間帯でございました。ここのねいわゆる交差点、これ夢に何回か出てきたことがあるような気がするんですけれども、実にですね35年ぶり、今日は令和6年2月14日でございます。1989年から2024年35年の時が過ぎました。でここからですね、はい、こちらのバス停になると思うんですけども、まあこっちのバス停になりますね。長崎花パーキングガーデンの方へ行きまして、最終的には指宿のバス停まで、指宿駅のバス停に戻りたいと思っております。ちょっと曇り空になってしまいまして、当時の場面の再現とまではいかなかったですけどね、その35年前の今日2月14日は非常に良い天気でですね、太陽がさんさんと降り注いでおりました。じゃあ、バスに乗りたいと思います。